中央モニターでは、さあその個性でこの全国まで勝ち上がってまいりました。そして自らがそのゲームに対する思い、その思いを込めて果たして勝利獲得なるんでしょうか。スタンフォード新ジョーズ、対する相手は関西代表キュ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 イーン、ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、スタンフォード新ジョーズ対キュキュキュイーン対サイドのピッチコンシャー。さあ注目のフォーメーションです。はあ、なるほど、4-3-3と綺麗に出しているということですかね。勝負を手にするのはどちらのチームか。守備的に5バック3ボランチ、2ボランチなど、まあ、そういった結構守備にですね、固める例は確かに多いんですが、さあ綺麗に今回配置しております。スタンフォード新ジョーズ VS キュキュキュキン、まずは序盤です。新ジョーズ右を使うが、ここはマルディーニが綺麗にインターセプト、前線に出すボール、さあここはドログバにはつながらない。カカボールの奪い合いとなります。超コール、しかしボールを再び、これはサイド大きく変えてロナウド、ロナウドであります。さあロナウド抜ける、ロナウドが押し切れるか、センタリング、シュートゴール。さあこの歓声が湧いている、キュキュキュイーンのカカーのゴールと同時に、どうやら他の試合も大きく動いたようであります。先制点はまずはキュキュイーン、サボル奪って、ジョーコールがちょっと上がりにくいか、逆にメッシ、プリッチ、そしてゴールをこのままドリブルで上がります。右サイドそのままいった、これはチャンスになる、センタリングどうだ、キーパーが出ました。しっかり感じております、プレーが抑えます。さあ逆に今度はまたロナウドが出てくるのか、再びサイド、右サイド、ジョーコールが形を作る、シュートゴール決めた。個性で攻めるグジョン戦が押し込みました、ジョーコールから。さあ見事に同点に追いついて前半終えます。1対1追いつきましたね。柏原さんどうですか、これ1対1先に入れられて追いつきました。ね、はい、ジョーコールを軸にして、はい、攻めていたと思うんですけど、はい、再三マルディーニに止められていましたよね、はい、ただ最後の最後でしっかり、ジョーコールが仕事をしたなという感じですね、はい、まあ、こだわってやはり個性の部分ですね、はい、同点に追いついて、さあ後半戦を迎えます。得点は1対1イーブンのまま迎えました。後半スタート、ジョーコール今度左を使って、さあ押し込んだーゴール、いきなり後半開始早々動きました。いやー全くのポーカーフェイス、しかし冷静極まりない。ここでミゲを下げて選手入れ替えます。さあエルゲラボールをロナウドにつないでいく、キュキュキュイーンボール奪った、再びジョーコールです。ジョーコール、これはつながるか、抑えています抑えています、なんとか抑えた。さあ後半20分まだ両チームとももちろんチャンスは十分にあります。エルゲラが細かいパス、カカにつなぐが、ここは中盤を固めている。エルゲラ大きく今度左を使う、パルフェレイラ、さあボールが浮いた、ヘッドで落とす、もう一度中央に返して右サイド、これはどうだ、押し込んだ、いやー素晴らしい、これは個性というよりこだわりが完全に結果に出ている形ですね。素晴らしい試合を披露しております、スタンフォード新ジョーズ3対1。さあしかし序盤は得点、先制点を挙げているキュ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 イーンですから、ここは何度か、だが猛威を振るジョーコール、止まらないのか。さあ後半45分ロスタイム、あとワンプレーというところ、
あとはこの後の第3戦につなげたい。メッシ、メッシ行く、メッシ行く、一矢報いるか、キーパー抑えます。ここで試合終了。さあ各試合ともここはほぼ終了した模様であります。